皆さんこんにちは。今回の動画は僕の母が日本のテレビに取材された時の動画を少しずつ出していきたいと思います。では1本目の動画をどうぞ。家族5人で渡ったニュージーランド。しかしたった1ヶ月で夫は帰国。希望に満ちた移住生活は崩壊しました。彼女の下した決断はこの地で息子と共に3人で生きること。あんまりね、決めたらあんまり言わない、相談しない、買い物事後報告みたいな。そう、自分の思う道をまっすぐに進む娘。修行経験なしでワゴンのお寿司屋さんを開業したのです。ためらいなく決断し、彼女を突き動かしたのは35歳で経験したある出来事でした。ちょっとやっぱりいろいろ考えることがありました。やりたかったなって後で思うよりはやろう、とりあえず。娘さんのアキコさんが、はい、ニュージーランドでお寿司屋さんをなさっているということですけども。そうみたいですね。私は行ったことないので。日本にいらっしゃるときもお寿司はやってらっしゃった。あ、そうなんですか。お寿司はね、あっち行く前にお寿司の人と学校行って、はい、だからその行った時もなんでって私聞くぐらいだったんですよ、はい、ほんでその後でニュージーランド永住するつもりで行くからねって言わされたんですよ。はい、はっていう感じで。はあ、お父さんどういうふうにそれは思ってらっしゃった。聞いたのは全部、うん、決まってから、決まってからですから。まあ事後報告ですよね、はい、今の聞いてたら。はあ、見てみましょうかね。はい、お願いします。アキコさん、ニュージーランドです。グッと。ニュージーランドでお寿司屋さんを営むアキコさんへ両親の思いを届ける旅は距離にしておよそ9400キロ、16時間。ニュージーランド南島、世界遺産に登録される大自然が広がる町クイーンズタウンから山あいの一本道を走ること1時間。アキコさんが住むのは湖のほとりにある小さな町ワナカ。町のシンボルであるワナカ湖はニュージーランドで最も美しいと言われ、湖畔には見渡す限り大自然の絶景が広がります。ゆったりと流れるこの町の時間に魅せられ、夏になると人口8000人ほどの小さな町は世界中から観光客が集まり賑わいを見せます。いや、いいとこやな。繁華街の外れにあるアキコさんのお寿司屋さんを訪ねました。はじめまして。あきこさん。はい。いや、ちょっと思ったより